加藤雅子は、東京都品川区出身のフィギュアスケート選手。1984年、サラエボオリンピック女子シングル、日本代表、明治大学卒。コーチは1983年まで、佐藤忍。その後は引退まで、森山茂雄。3歳の時、兄とスケート場に行ったのきっかけにスケートを始めた。1970年代以来、日本では1972年。 札幌オリンピックによるフィギュアスケート熱が高まっていた。渡辺恵美が1979年の世界選手権でメダルを取る等の結果を収めた後1980年に引退、その後継者探しに関係者は懸命だった。その最中加藤が高いジャンプと確実な基礎技術を売り物として1977年全日本選手権にデビュー、脚光を浴びた。 15歳の加藤は1981年のハートフォード世界選手権の代表選考会を兼ねていた1980年12月の全日本選手権では4位と振るわなかった。しかし、日本スケート連盟は加藤の将来性を買い、2位の吉田真理子や5位の役士、洋子の代わりに加藤を優勝者、小林玲子と共に世界選手権へ送るという前代未聞の動きを見せた。 しかし、加藤は、世界選手権でミスを連発し21位と惨敗した。1984年サラエボオリンピック、代表選公開だった1984年1月の、全日本選手権では、規定3位、ショート2位、フリー6位という試合結果であったが、総合優勝を果たして、サラエボ五輪への出場権を獲得。年月のサラエボでは、 総合19位であった。1985年3月の東京で開催された世界選手権には伊藤緑と共に出場。しかし伊藤が試合直前に足の骨折で急遽欠場したため、日本女子の出場は加藤和人となり総合18位という結果だった。その後、思春期を迎えるとともにジャンプの正確さを失い、 大舞台では好成績を収めることができなかった。また、複数のトリプルジャンプを武器とする伊藤をはじめ、結城幸恵や小沢樹里などの有力新人が対頭してくる中、1988年のカルガリーオリンピック代表選考会だった全日本選手権では4位となり、その後6月に現役引退を表明した。ありがとうございます。